本線はただいまドルファン港に到着いたしました。下船の際には係員に。やっとドルファンに着いたね。あのね、10年来の相棒に対して誰だはないんじゃない？あの、恐れ入ります。出入国管理局の者ですが、こちらの書類に必要事項の記入をお願いいたします。あなたは傭兵志願ですね。では書類の写しを軍事務局へ回しておきます。ようこそドルファンへ。あなたにご武運がありますようお祈り申し上げますわ。さっきの人から地図をもらってたでしょ。ちょっと見せて。シーエア地区ってところに私たちが入る宿舎があるみたいね。あれ？女の子がチンピラに絡まれてるみたいね。てめえ何見てんだよ。文句あるのかそのツラーよ。トヨジンの兄ちゃんや、かっこつけすぎると痛い目に遭うぜ。こんな風にな。てめえ、いつか殺してやれ。次会うときは覚悟しとけよ。ありがとうございました。改めてお礼に伺いたいので、せめてお名前だけでも教えていただけますか？あ、すいません。私、ソフィア・ロベリンゲと申します。素敵なお名前ですね。いずれ、改めてお礼に伺います。助けていただいて、本当にありがとうございました。では、急いでいますので、これで。かっこいいね。女の子なんか助けちゃってさ。よっ、色男。ま、それはさておいてっと。早く宿舎に行こう。もうすぐ日が暮れちゃうよ。結構長い間お世話になる部屋だから、これぐらいじゃないと。さてっと、明日から養成所通いだよ。なまった体を鍛え直さなきゃ。それにこの国じゃ傭兵だって聖騎士になれるぐらい出世の道が開かれてるんだから。頑張って手柄を立てなくっちゃね。それじゃあ1週間のスケジュールを決めようよ。明日からどうするの？あの、昨日はありがとうございました。
それでお礼と言ってはなんですが。僕の愛しのソフィア。ん？ここにいたはずなんだ。よく来たな、ゴロツキども。俺がここの主任教官であるヤングマジュラム大尉だ。この国では陸戦において重火器は一切使用していない。すべて己の剣技だけが頼りだ。よそで銃に慣れてきた者はここでは地獄を見るぞ。それとだ、剣を持つ者はすべて騎士と区別なく扱われる。礼儀、教養、精神、それらも叩き込んでやるから覚悟しておけ。いいか、戦場で二度同じ奴に会う確率は極めて少ない。型を覚えるより確実に殺せる一つの技だけを絶対にまで極めていくんだ。ジョアン・エリータス参上。傭兵は悲しいな。同情に値するよ、その無様な姿には。この僕のように生まれついての騎士であったら無駄な努力も必要ないのにな。ま、せいぜい頑張って戦場で死にたまえ。ハハハハ。気にするな、ああいう手合いはこの国に多いんだ。あの手の騎士が多いからこの国の騎士団は腐る一方なのさ。これはこれは、本日はどのようなご用向きでいらしたのですかな。では天にそのことを申し上げてください。それで誰のことを知りたいのですか。弱者は己に頼らず天に頼るしか術はありません。またいらしてください。
不本意だろうが礼儀もまた欠かせない要素の一つだ。剣が鈍らん程度に一通り頭に叩き込んでおけ。誰が来てるのかな。あら、五月祭へ行くんですか。ええ、いいですよ。それじゃ、行きましょう。コンテストに参加しないんですか。はい、そこのお兄さん、ちょっと水足んないからこっち来て。頑張ってくださいね。 Ladies and gentlemen, It's a show time. 誰が一番いい男なのか、 Nice guy contest. 張り切って行ってみよう。まずはダコタさんからどうぞ。次はサルサさんです。お次はオデッサさんです。お次はドファンさんです。お次はダブリンさんです。お次は赤アンカスさんです。まさに甲をつつけがたい男たちの共演でした。それでは結果発表です。おめでとうございます。 You are nice guy。惜しかったですね。それじゃまた今度。あんた、この子につきまとって何しようってんだい。怪我したくなかったら。お姉ちゃん。ん？このお兄ちゃん、ロリーをつけてた人と違う。なんだって？それを早く言いなよ。ごめんなさい。だって似てたんだもん。悪いな。どうやら人違いのようだ。突き飛ばしてすまなかった。名前？私はレズリー・ロピカーナ。この子はロリー・コールウェル。大丈夫お兄ちゃん、痛かった？本当に悪かったな。もし怪我でもしてるようだったらこの学校へ連絡してくれ。あ、お姉ちゃん遅刻しちゃうよ。おい、引っ張るなよ、ロリー。あ、今帰りなんですか？
さよなら。どうしたんですか？こんなところで。ちょっと待ちたまえ。ジョアン・エリータス、華麗に剣山。決まっただろ、ソフィア。ジョアン。ソフィア、ひどいじゃないか。僕の誘いを断っておきながら、こんな奴と一緒だなんて。それは。君の父上が知ったら、さぞ悲しむと思うよ。ごめんなさい、ジョアン。以後、気をつけます。まあいい。ところで、そこの東洋人。教えてやろう。この僕は、貴族中の貴族、エリータス家の三男だ。その婚約書と出歩こうとは、天が許しても、この僕が断じて許さん。大体お前は彼女の何なんだ。友人か。なら僕とソフィアの結婚式に一応招待してやろうじゃないか。ただし分際をわきまえないときは友人といえども容赦しないぞ。彼女とは手紙だけで交流しろ。直接会おうだなんて、千と24年早いわ。ソフィア、僕のママが君をお茶に招待したいそうだ。今からいいね？はい。さらばだ東洋人、家に帰ってへそでも噛んで寝たまえ。ごめんなさい。